おいっす。今回もドラゴンクエストタクトのね、最新情報をやっていこうかなと思っております。アルト大聖実況者、シュンと申す者です。で、まあ、いよいよね、リリースまであと1日になりましたね。明日の12時からスタートですね。では、早速やっていきましょう。で、今回の内容ってのは、まあ、育成要素。そして、ベータ版との比較。まあ、これはね、ベータ版と違って、まあ、どういう風に良くなったかってのと、あとちょっと限界突破の闇ですね。こちらについては、ちょっと考察動画的な感じですね。そして、最後に、まあ、明日の予定について語っていこうかなと思っております。で、まあ、まずは、基本装備。ですね。HP と攻撃力が上がる万能装備ということで剣、そして爪、素早さ特化で先制攻撃で、賢さですね、杖ですね、賢さ特化で呪文を大幅強化、そして探検、最大 MP を増やして、強力な特技を使おう、そして最後斧が、最大力かな、これ多分隠れてますけど力が、大幅強化といった感じですね。うん。で、装備は全部で5種類、まあ使えそうなのは俺的にはやっぱ斧と杖とかになってくるのかなと思いますね。やっぱ火力上げるのがいいんじゃないかなと。で、爪もやっぱ素早さ特化っていうのはまあ重要っちゃ重要なのかなみたいな感じですね。うん。で、まあ、あと作戦ってのは、こう、オート機能の時に作戦ってのがあって、バッチリ行こうぜ、ガンガン行こうぜ、命を大事に。で、あと MP 使うな。まあ、この4種類でこうなるみたいですね。で、AI は、ま、そこまで頭悪くなかったんですけど、これは結構気になるんですけど、なんか、その、壺とか宝箱とかあるんですよね。で、それ、ベータ版だとオートにしたら割ってくれないんですよね。なんで、周回で小さなメダル集めたいなってなった時に、ちょっと、オートだと集めてくれない可能性があるよねって思ってます。うん、ちょっとそこら辺はわかんないです。ベータ版では集めてくれませんでした。うん。で、あとは装備錬金ですね。装備錬金はね、なんかこんな感じですね。で、装備っていうのはシーブスナイフだったら1種類しか手に入らないんですよ。で、2種類目からどうなるかって言ったら、この錬金石みたいな感じになって、錬金できるようになると。で、錬金したら、こう、例えば今5個連続で錬金したんだけど、この中で一番いいの。例えば賢さプラス1、賢さプラス2と、これ多分賢さ、金色が一番いいやつですね。賢さプラス5と MP プラス1とか。これだったら攻撃力プラス1、賢さプラス3とかじゃないかな。で、MP プラス3、攻撃力プラス1とか。っていう感じで、まあ自分のいいようになるっていった感じですね。だからガチャー的な感じですかね。うん。で、ドラクエ10に近い感覚なのかなっていうふうに思ってますね。で、あとはタクトポイントショップって言って、こんな感じでね、ノーマル。まあレベルが1レベル上がると、うんたらとか、錬金を1回、10回すると、なんか、こう、ポイントがもらえるみたいな。で、討伐、1体モンスター倒すと5ポイントもらえて、みたいな感じで、で、そのポイントで、なんか、こうやって交換、鋼の剣とか、鋼の斧、シルバークロー、銀の探検、裁きの杖等々と、まあ、交換できるみたいな感じですね。で、ちなみになんか、メタルチケットってのもあるらしいですが、まあ、その詳細についてはね、まだ言われてないんで、まあ、製品が始まってから、なんか告知というか、っていうのがあるのかな、といった感じ。感じですね。うん。で、次は特技ですね。特技はね、B ランク以上においては技は3つあるみたいですね。メラミ、光のブレス、火炎竜。で、B ランク以下、B ランク未満か、B ランク未満、C、D、E、F は2つらしいですね。で、プラス1って書いてるのは、その特技秘伝の書で、まあ、特技を1つ習得できるといった感じですね。うん。で、まあ、さらに、その特技、例えば、これ、ベギラマをね、二軸弱に覚えさせたんですけど、そっから強化できるみたいで、まあ、ギラ系の強化の書、あるいは万能の強化の書ってやつで、こうやって、強化できるらしいですね。で、ちなみに、あとこれか、習得については上書きできるそうなので、まあ、ガンガン使っていいのかな、といった感じですね。最初は、まあ、自分の弱点を補うか、自分の長所をなんか活かすかの、どっちかになるのかな、と思ってますね。うん。で、あとは、まあ、ベギラマ強化っていった感じで、こう何回も、なんか、最大レベル10までなるらしいんですよ。強化プラス1。ベギラマプラス1、ベギラマプラス2ってなっていって、5% ずつ上がっていって、ベギラマプラス10とかだったら 50% まで威力が上昇するって感じですね。だから100ダメージ与えるのが150ダメージになるみたいな、そんな感覚です。で、続いてはベータ版の比較ですね。うん。で、ベータ版との比較は、まずこれベータ版の画面なんですけど、トロールキングを倒そうと。こんな感じで、その一回戦わないと、なんか、なんだっけ、耐性とか見れなかったんですよね。で、ところが、こんな感じで、なんだ、敵情報というので、なんか、眠りが弱点ですよとか、麻痺が弱点ですよとか、これちょっとわかんないですね。これなんだろうね。まあわかんないけど、何か弱点ですよとか、敵はな、丸々使ってきますよみたいな感じで、まあ敵情報が見えるようになったんで、まあすごい、やりやすいかなといった感じですね。で、あと、推奨戦闘力とかも追加されてますね。よく見たら。推奨戦闘力とかも追加されているっていった感じですね。で、続いてはこれですね。ベータ版の画面で、これ戦闘終わった直後なんですけど、ホームに戻るかもう一度しかなかったんですよね。だから、ちょっと負けたなってなって、パーティー変えたいなってなったら、ホームに戻って、そっから3つぐらいボタンを押して、クエストの、なんか、そのパーティー画面になって、そのパーティー画面で変えて、戦わないといけなかったんですけど、こんな感じで、まあ、この下にホームってあるんですけど、編成して対戦と再戦っていうのができて、まあ、編成して再戦が追加されたことによって、まあ、強力なユニット倒す、そういった、ミッションとかでも、まあ、簡単になったのかな、といった感じですごい効率化されてますね。で、続いてこれですね。これ最低ですね。ベータ版の画面
なんですけれども、装備変更ということで、これわけわかんなかったですね。誰が何の装備しているのかわけがわからなくて、なんか本当にパニックになってた気がしますね。で、それが、製品版だとこんな感じで、誰が装備中かわかるようになっているといった感じですね。二軸弱が、こう装備。こっちょっと画質悪いのかな、画質悪いけど、まあ、多分スマホで見る分には、まあ、識別はできるかなといった感じで、まあ、二軸弱がそこで装備してるんだ、みたいな感じでわかるようになっていると。で、次に、突で移動力強化。まあ、突ってのは僕もちょっと知らなかったんですけど、限界突破で、その突破の突が略されて突っていいらしい。EU らしいですね。で、それでなんか移動力が強化と。で、限界突破ってのは何かって言ったら、前回紹介したんですけれども、ガチャで同じの重複するじゃないですか。そしたら、それがなんか経験値とかプラスになるみたいな、そんな感じですね。うん。で、例えば、こう、移動力ってのは、で、移動力ってのはこうやって、例えば進む能力ですね。スライムがこう中心にいて1、2と。2の場合は1、2と。で、移動力4の場合は1、2、3、4といった感じで、まあ移動力が強ければ強いほど当然強いといった感じですよね。まあ移動力が多くて困ることはないんじゃないかなというふうに思いますね。で、どうやら、そのベータ版でキラーアーマーが限界突破で、なんと2から3になったらしいですよね。移動力が。これ結構な廃課金要素なんじゃないかなというふうに思いますね。で、さらにですよ。なんかね、これね、ネットとかを見てると、なんかキラーマシーンが移動力が3になっている動画があるぞ、みたいな、そういうのがあって、僕もいろいろ調べたんですけど、全部移動力2だったんですよね。で、おそらくこの画像のこと言ってんじゃないかなって、この画像3で見えるんですよ。キラーマシーンが1、2、3って動くように見えるんですけど、実際はこれ、あれなんですよね。シーザーの MP が減ってるのを見たらわかると思うんですけど、このグレートドラゴン、ここ、ここいる吹雪かな、ここいる吹雪がこういう、マス目なんで、で、移動力2なんで、ここから1歩動いて、売ってるって感じなんですけど、それが、ブリザードラッシュかなと、まあ、ちょっと勘違いしてんのかなって思いましたね。うん、まあ、ただ可能性としてはあり得るなと。キラーマシンが移動力プラス3っていうのは。何だっけかな、メタルハンターとかも確かベータ、なんかね、動画見てたら上がってた気がするんで、まあ、もしかしたらそっちと間違えた可能性もあるんですけれども、まあ、もしかしたら上がるかもしれませんよね、といった感じです。で、そうなってくるとどうなるかって言ったら、このキラーマシンピックアップスカウトってあるじゃないですか。で、これがおそらく、サービス開始とともに、始まると思うんですけれども、なんだろうな、とりあえずキラーマシンに課金しようぜ、みたいな。で、課金してキラーマシンピックアップ、スカウトになんか、2万円、3万円、4万円ってぶち込んで、で、キラーマシンの移動力プラス3にするっていうのが、廃課金税にとっての、なんか、仕事というか、まあ、まずそっからっしょ、みたいな、そんな感じになっていく可能性っていうのはありますよね。うん。だからちょっと廃課金要素の可能性が、そこから見えるのかなと思いましたね。で、正直ここまだ確定じゃないんで、まあ、正直なんだったっけ、ベータ版とかそういうなんか、まだ開発途中の画像とか載ってたりするんで、動画とか。なんで、まあ、その変わってる可能性は十分ありますという話ですね。うん。ただ、まあ、これで、これ聞いてる人は、これ僕無課金でやりたいんだけどとか、そんなに課金するつもりないんだけど、そんなんだったらやめようかなって思う人もいるかもしれませんが、基本的に PVE って言って、まあ、そのクエストをなんか突破するみたいな感じなんで、でその場合は、どちらかというと、やっぱ体制とか、パーティーを作るっていうのがそっちが大事なんで、パーティーの構成力とか、あと育成ですね。さっき育成めっちゃ説明したじゃないですか。あっちの方が結構育成、大事だったりするんで、まあ、無課金でも全然余裕だと思いますね。うん。で、まあね、その結構無課金で、いやでもパーティー作るのとか作れないよって思ってる人は、もうこれからね、ドラゴンクエストタクトがリリースされたら有益な情報ってのをガンガンね、発信していこうかなっていうふうに思ってるんでね。まあ無課金でやりたいなって人、あるいはね、課金して、まあガンガンやりたいなって人でも、役に立つような情報ってのを出していくんで、まあぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、まあ、ここで終わってもいいんですが、ここからちょっと雑談ですね。まあ、一番最初に言ってたんですけど、まあ、明日の予定ですね。明日の予定についてちょっと話していこうかなと。で、明日っていうのは7月16日の12時、昼間ですね。昼間の12時に、リリースが開始されるようです。ただ、こっちはね、なんかちょっとフライングしたりだとかしなかったり、なんかちょっと遅れたりだとか、まあ、ソシャゲによってなんかまちまちらしいので、あんまり鵜呑みにしない方がいいとか、確かに結構遅れるイメージありますね。で、ライブってのは、ライブ、まあ、やろうかなと思ってるんですよね。で、結構その12時直後に始めるって人多いと思うんですけれども、最速ライブみたいな。まあ、それだとなんか学校だとか、まあ、仕事だとか、まあ、その他予定だとかで、まあ、見れないよって人結構いると思うんで、まあ、20時ぐらいから開始しようかなっていうふうに思ってますね。うん。で、まあ、あとなんでやるかって言ったら、その12時から始めたって、そのみんなと基本的にま、ベータ版やったっていうアドバンテージはあるけど、そんなに知識量としては変わらないというか、まあ、
結構いろいろ知ってますけど、まあやっぱやってみないとわからないことたくさんあると思うんで、そこをなんかみんなと同じ目線でなんか一緒にやって、これって最適かな、最適じゃないかな、みたいな。まあそういうのをやっていくのも楽しいと思うんですけど、そういう配信者っていっぱいいると思うんで、まあ僕がわざわざやる必要性もないのかなと。どちらかっていうと20時ぐらいまでしっかりとやり込んで、なんか自分の中で、あ、これってこうした方がいいよね。で、なぜならこうだからね。例えば僕こうやってなんか8時間ぐらいやったんだけど、こんな感じでこうなったから、なんかもっとこういう風にやった方がいいよね、みたいな感じで言えた方が多分みんなにとって有益だと思うんで、うん、そっちからそうやろうかなといった感じですね。で、まあその、なんだ、12時から20時までの間の8時間何やるかって言ったら、まあ何もやらないわけじゃなくて、あの動画撮影っていうのはしますね。で、その動画ってのは曲げるかもしれません。で、まずガチャ動画ですね。で、おそらくまあ3万円以上ぐらいかな、課金しよっかなって考えてますね。なんか3万円ぐらい課金しよっかなって感じですね。で、まあそれで揃わなければ5万、6万と上がっていく、次第でございますといった感じですね。で、あとはその序盤の進め方みたいな、まあそういう動画も出そうかなと。うん、まあ序盤こうした方がいいわ、した方がいいよ、リセマラこうだよねとか、なんかここまでは絶対進めた方がいいよみたいな、まあそういう初心者向けのね動画ってのを出そうかなと。で、あとはその S モンスターってのも一応全部あのピックアウトとか、あの仲間にパーティーに入れようかなと思ってるんで、まあ S ランクのモンスターってのもまあ使用するわけじゃないですか。で、その使用感についてであったりだとか、で、あとはそのまあ全体的にねドラゴンクエストタクトちょっと興味あるなって人のためにまあレビュー動画ってのを、まあ多分そのライブ始まる前ぐらいにガチャ動画ぐらいを出して、で、その後序盤の進め方とかここら辺については、なんだろうな、まあ、序盤の進め方ぐらいは出すかな。で、ライブやって、その後 S モンスターの使用感とレビュー動画出すみたいな、まあ、そんな感じになるのかな、みたいな感じですね。で、ここら辺はま、日付前後するかもしれませんが、っていう感じですかね。てな感じで、まあ、今回の動画はここで終わります。で、あと、ま、再生リストとかも貼ってるんで、まあ、その他ね、ま、いろいろ、なんだろうな、例えばベータ版の感想だとか、まあ、あと他にも、こう、なんか、ね、だけかな、ま、いろいろと、どんなガチャがあるだかとか、あの、リセマラランキングだとか、まあ、そういう情報ってのを載せてるんで、まあ、気になる方は再生リストから見てください。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。